大手保険会社東京海上日動火災保険は、4年ぶりに全国の新入社員502人を集めて対面での入社式を行いました。新入社員は役員が出迎える中、入場時のみマスクを外して顔を見せ、レッドカーペットを歩いて登場。先月、政府のマスク着用ルールは緩和されましたが、大人数で室内での開催のため、式典中は新入社員にマスクの着用を求めました。またコロナ前に行っていた役員とのハイタッチはやめ、社内部活のオーケストラや合唱で歓迎しました。就職情報サービスを提供する学情の調査では、今年対面で入社式を行う企業は8割を超えていますが、そのうち半数はマスク着用を求めるとしています。これから一緒に仕事する。